新年明けましておめでとうございます。ポケジです。今日からね、ポケカチャンネル放送再開していきます。よろしくお願いします。1月11日発売のナイトユニゾンより新カード2枚を紹介していこうと思います。ドドン、マーシャドウ。こちら特性がマジで強いですね。なんとスタジアムをトラッシュできる特性を持っています。ワンダーラビリンスプリズムスターですとか、ブラックマーケットプリズムスターとかね、かなりヤバいプリズムスターのねスタジアムがたくさんありましたけれど、そういったスタジアム対策でこっちもねスタジアムを 2,3 枚デッキに仕込んだりとかね、そういう対応をねする必要があったかもしれません。しかしこのマーシャドウがプリズムスターのスタジアムをねトラッシュしてくれると。しかもね特性を使った場合、このマーシャドウをですねトラッシュに送られますので、ベンチも圧迫しないと。本当にあのスタジアムをねトラッシュするグッズ感覚で使えるポケモンという感じなので、ぜひ使ってみてください。もう一個紹介します。じゃん、ポケギア 3.0。 山札からね7枚めくってサポート2枚を加えるという効果があります。サポートがねたくさん入っているデッキであれば、このポケギア 3.0 を使えばねより引ける可能性があると。特定のサポートを4枚入れていて、そのサポートにアクセスする確率を少しでも上げたいっていう場合にね、このポケギア 3.0 の効果もねさらに発揮できるかなと思います。例えばねガブリアスとルカリオを使った白のデッキ、このデッキの場合ね白なを毎回持っていきたいので、まあルカリオ特性でもいいんですけれど、こういったポケギア 3.0 があればね、ポケギア 3.0 の効果で白ナをね持ってくる可能性もあると。その分ねルカリオ特性を別のものをね持ってくる動きに使えたりっていう風に結構相性がいいかなと思います。何が何でも先行の最初の番でうつぎ博士を使いたい場合とかはね、うつぎ博士4枚入れてカプリフジ X 2枚入れて、このポケギア 3.0 も4枚入れちゃえばね、まあ、相当うつぎ博士を打ちやすくなるっていう風に、今まで以上にね先行の最初の番で特定のサポートを使いたいっていう場合にもね、このポケギア 3.0 非常に有効です。というわけで、2019年もポケカチャンネルをよろしくお願いいたします。また次回。